胃に進行がんがあって食べ物がこう通りにくい状況になっていて同じような症状が出ることもあります。そういった場合は逆流性食道炎っていうのが疑われるかもしれません。これはどういう病気かと言いますと、胃の中の食べ物と胃酸とかが食道の方にこう逆流をしてくることで、ここの食道と胃のつながり目の近いところにですね、炎症が起こる病気になります。で、胃酸っていうのは成分が塩酸になります。で、食道の粘膜っていうのはこういった手の皮膚と同じ弱い細胞でできていますので、塩酸を手にかけると火傷をするというかすごく痛い状況になりますけれども、食道にこう胃酸が上がってくると、その塩酸を手にかけているのと同じようなことがこの体の内側で起こることになりますので、胸焼けですとか、みぞおちの痛みだとか背中の痛みとかっていうような形の症状として辛い症状が出る可能性があります。で、逆流性食道炎は実は胃に進行がんがあって食べ物がこう通りにくい状況になっていて逆流をしやすい状況があるですとか、ピロリ菌感染っていうのがあったりしても同じような症状が出ることもあります。ですので症状だけで逆流性食道炎だっていうのでお薬を飲んで治すというのではなくて、まずはそういった進行がんですとかピロリ菌とかが隠れていないか、本当に逆流性食道炎でいいのかというのを一度胃カメラの検査でしっかりと調べるのが大切になります。